わあ、すごいね。しかも温泉付きなんて最高。めったに予約が取れないんだけど、たまたま取れたんだよ。お父さん、なんか持ってるね。かもな。私たちは久しぶりの家族旅行で、ある田舎の村に来ていた。ちょっと近く散歩して写真撮ってくるね。行ってらっしゃい。もう少しで夕飯食べに行くからすぐ戻ってきてね。はよー。うん、いい写真が撮れた。なかなか映えるかも。後でインスタに載せようかな。もうこんなに時間経ってた。そろそろ戻らなきゃ。私が旅館へ向かう道を歩いている時に、ふとある女の子の泣き声が聞こえてきた。なんだろう、向こうから聞こえてくる。その女の子の声が聞こえてくる方に歩いていくと、そこには小さな公園があり、その女の子は地面に座って大きな声で泣いていた。どうしたの？お母さんとはぐれちゃったの？迷子になっちゃったのかな？うん、迷子になっちゃったんだ。わかった。お姉ちゃんと一緒にお母さん探そう。と、私はその女の子の手を握り、一緒に親御さんを探すことにした。その女の子は慣れてくるとよく喋ってくれる明るい女の子だった。あのね、ここの川で遊んだんだ。ここのお花畑綺麗だったんだ。その女の子は道すがらたくさんのことを話してくれた。私は初めは、そうなんだね、よかったねと楽しく相槌を打ち会話をしていたが、日が暮れるまでにはこの女の子の親御さんを見つけてあげなきゃと必死になり、さらに探し回り歩くうちにだんだん疲れてきて、すごく面倒くさくなってきてしまっていた。そもそもなぜこんな何もない田舎で迷子になるのだろう。そんなことをいろいろ考えていたその時だった。お姉ちゃん、これあげる。ありがとう。これは飴玉だよ。お姉ちゃん優しいから。ありがとう。じゃあ頑張って早く見つけないとね。うん。はっと我に返り、そうだそうだ、この子のためにも早く親御さんを見つけてあげなきゃと、またひたすら歩き続けた。どのくらい歩いたんだろう。やばい、日が暮れてきちゃった。すると女の子が急に足を止めた。どうしたの？いきなり座り込んでまた泣きじゃくってしまった。急にどうしたんだろう。そこはよく見ると小さなお寺の前だった。どうかなさいましたか？実はさっき公園で泣いていたこの女の子を見かけたんですが、どうやら迷子みたいで、ずっと一緒に親御さんを探していたんですが、ここに来たら急に泣き出してしまって、どうしても泣き止まず動いてくれなくて。そうでしたか。二人とも中にお入りなさい。
お茶を入れてあげましょう。長旅で疲れたでしょう。少し耳を貸していただくだけでいいのです。のんびりとお経を聞いていてください。そう言うと住職さんは唐突にお経をあげ始めた。私は疲れていたのか自然にまぶたが重くなっていった。いやあなたは本当に心の優しい方ですね。ふいに私は住職さんの声で目が覚めた。あれ女の子は隣を見るとそこにいたはずの女の子がいなかった。きちんと本来いなければならない場所に戻りましたよ。どういうことですか？実は先ほどお寺の前に現れたのはあなただけでした。え？私にはその女の子は見えていませんでした。嘘。そんなことって。あ、でも私その子に飴玉をもらったんです。自分のポケットに手を入れて飴玉を見せるとそこには今さっきもらったとは考えにくい古ぼけた飴が入っていた。そんな。きっとその女の子は成仏したくてもしきれない魂の持ち主だったようですね。お経をあげてくれるこの場所に来たかったのかもしれません。でもきっとあなたのおかげで女の子は無事に成仏できたことでしょう。そうですか。ありがとう、お姉ちゃん。チャンネル登録お願いします。グッドボタン、コメントお待ちしています。ベルボタンもお忘れずに。